1982年の西武ライオンズでは、1982年の西武ライオンズにおける動向をまとめる。この年の西武ライオンズは、広岡達郎監督の1年目のシーズンである。1978年からライオンズの指揮を取った根本六尾前監督の優退を受け、弱小だったヤクルトを初優勝に導いた広岡達郎が新監督に就任。 広岡新監督の下、前期は優勝。後期は日本ハムに優勝を譲ったものの、貯金1の3位で終了。プレーオフは、後期優勝の日本ハムを3勝1敗で破って、所沢移転後初のリーグ優勝を達成。さらにその勢いで中日との日本シリーズも制覇し、広岡監督はセッパ両リ,リーグの優勝監督となった。投手陣は、不動のエース東を治む。 2年目の杉本ただし、この年からリリーフに回った森重和、松沼博久、松沼正幸兄弟、そして広岡の早稲田大学の後輩で6月に遺跡の高橋直樹の活躍で、この6人でチーム68勝の大部分を稼いだ。打撃陣はチーム打率が253と振るわなかったが、テリー・ウィット・フィールドや田淵光一などの活躍で、 リーグ3位の131本塁打を放った。7月は高機会幕日。優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。